はいどうも白滝です今回の動画は毎年グランドオープンの時に更新されるドライチルーキーが来なかったので、まあ、なぜ来なかったのか、まあ、過去ねどういった選手が登場していたのか、まあ、前半話しきまして、まあ、後半は S ランクの、ね、選手も追加されたんですけれども A ランクの選手も重要なので自チーム A ランクの使い方今集めた方がいい選手の紹介もやっていこうかなと思います。 毎年グランドオープン時はえ、覚醒イベントドライチルーキーが登場していました。まあ、過去ね、どういった選手がえ登場していたのか。 2016年、代表の選手としては横浜、今永選手、今ね、メジャーで戦っている選手が過去、ドライチで登場していました。あとは、小笠原選手、で、メジャーでね、戦っている吉田正隆選手などが、ドライチルーキーで過去で登場していたと、この時の吉田選手は弾道パワーヒッターで、第二特殊能力、フルヒッターと、こういった能力で登場していました。 2017年代表の選手としては阪神・大山選手今ではね阪神の4番を打っていますで中日・柳選手オリックス・山岡選手などが、まあ、過去ドライチで登場と、まあ、大山選手もねこの時は弾道高弾道で、まあ、ドライチルーキーのねその映像を見て、まあ、そのように奮起して、まあ、練習をしているという、まあ、情報もあるんですけれどもいやいいね4番・大山選手今ではアーティスト攻格という、まあ、プロスペースではね最強な能力になっています 2018年のドラ1ルーキー横浜東選手ヤクルト村上選手日ハム清宮選手が登場していました、まあ、その中で注目なのがヤクルト村上選手。 この時は弾道、高弾道でなんと総力型で登場していました、まあ、一応、称号でパワー型にすることはできるんですけれども、まあ、総力型と守備数値57の適正 D で、まあ、この時の特殊能力、まあ、一番最初から広角打法を持っていました走塁チャンスといやこの走塁という、まあ、今ではね絶対につかない、まあ、特殊能力にはなっているんですけれども、まあ、2戦0 3冠をね獲得した選手いやすごいね村上選手 2019年のドライブルーキー代表で、まあ、阪神、近本選手中日、ネオ選手日ハム、吉田選手今はオリックスに所属していますでこの時の近本選手の能力、まあ、総力型で、まあ、このあと、ね、ミートがアップしてミート総力の同時できる年代もありました、まあ、守備も、ねえーまあ、最大 A という、まあ、数値、えー、適正かな、まあ、なりまして、まあ、今では、ね、阪神のセンター枠として大活躍している選手になっています 2020年見ていきましょう、阪神のドラチ西純也選手、プロスピの公式の大会でも出場されていました、で、広島、森下選手、オリックス、宮城選手、そしてロッテ、佐々木朗希選手、侍ジャパンの選手たちが3名、ドラチルーキで登場していたと、その中で注目なのが佐々木朗希選手、この時き、球種の9位とか、あとはステータス的には、その低い数値で登場していたんですけれども、今ではロッテのエース枠として、 でえー、登場しています2021年のドラ1ルーキー阪神が佐藤選手広島栗林選手ヤクルト木澤選手、えー、中日高橋宏斗選手オリックス山下選手楽天早川選手で日ハムが伊藤選手と、まあ、今、まあ、かなり、ね、活躍している選手たちが、まあ、2021年は、えー、多かったんじゃないのかなと思います。 2022年ドラ1ルーキーであれば巨人の大勢選手ロッテの松川選手などが登場していました。 そして去年2023年の注目のねドラ1ルーキーとしてはまあ森下選手、浅野選手、矢沢選手などが登場していました、まあ、過去ね、こういった選手たちがまあドラ1ルーキーで登場していたんですけれどもまあ今年もね更新されるかと思いきやなんとグランドオープン陣育成ストリートとまあ何回来るねんというねまあコメントがまあ多数あったんですけれどもまあなぜドラ1ルーキーが来なかったのかまあ原因とか調べたところまあツイッターとかにね 書かれていたのでまあ、その理由についても、えー、話していこうかなと思います2024年のドライチルーキーが更新できない理由まあ、2つあると思いますまあ、1つ目が、えー、ランダムボックスの修正がまだ、えー、間に合わない 学生シリーズでは、まあ、選手を、ね、乱獲する、まあ、それが1つの楽しみな要素になっているんですけれども、まあ、この、ね、ランダムボックスの修正がまだ間に合わないで2つ目がえ選手の写真がない、まあ、その選手が草加、ね、選手から中日、草加投手。 1月の記事で中日1位の草加投手が肘の損傷で離脱が確定と1月時点で我ががあってその後、練習試合とかまたオープン戦でユニフォームを着ているそういった写真がないので更新できなかったそういったことが考えられるんですけれどもこれは本当にドライ治療ー異例中の異例なのかな毎年更新されていたんですけれども今年はこれらの理由でもしかしたら更新 するここととがでできていないいなななんじゃののかなとでこのドラ1ルーキー、今後ね登場するのか、これに関しては正直分かりません。更新される場合に関しては名称を変更してもしかしたら更新される可能性も考えられます。例えばですね、ドラ1ルーキーではなく、覚醒ルーキー。 ルーキーであればドラ1で縛ることはないので中日だけドラ2、ドラ3、ドラ4の選手を出してその覚醒ルーキーとして登場させるそういったことも考えられるんですけれどもこれに関して本当に正直分かりません更新されるのかされないのか一番最悪なシナリオは覚醒シリーズ自体がなくなるこれは本当に阻止しないといけないなくなったらやることが本当になくなるので覚醒シリーズ自体に関してはなくなることは ないと思うんですけれどもいや早めにね。えー、ま、そのドライチルーキー、まあ、名称変更して。でもまあ、選手はね。登場してほしいなと思います。 次に話していく内容が、次チーム A ランクの使い方。今集めた方がいい A ランクの選手の紹介やっていこうかなと。まあ、A ランクのね、使い道は、レベルをマックスにすれば、同盟の S ランク選手の限界突破の回数を上げることができる。限界突破すれば、スピリッツがね、数値が高くなって、よりね、リアタイとか、リーグとか、有利にね、戦うことができるので、A ランクはかなり重要になってきます。 12球団、S ランク4名、A ランク4名、まあ、その他の、ね、下位ランクはいろんな選手が追加されたんですけれども、まあ、どういった、ね、選手を狙うべきなのか、確保すべきなのか、阪神の方から見ていきましょう、まあ、阪神に関しては2名から、村上選手と桐敷選手、まあ、村上選手は、ね、能力が高い投手、桐敷選手はツーシームとスプリット、まあ、リアタイで使える可能性があるので、桐、ま、敷、あ、選手と村上選手に関しては、A ランク、まあ、残しておいてください。 まあ、あとは獲得すれば育成してね必ず、まあ、ボックスに置いてもらえればなと思います。 広島で、ね、残しておくべき選手、中崎選手、床田選手、末金選手、シャイナー選手、まあ、全員残しておいてください。まあ、中崎選手は、ね、TSA 登場してくる可能性もありますし、まあ、いろんなね、ウ種を持っている床、まあ、田選手はまあエースで、末金選手はまあ長距離砲、まあ、新特殊能力、フルスイングを持っている、でシャイナー選手も、ね、新特殊能力、フルスイングを持っていて、まあ、今年の、ね、成績かなり良ければ、まあ、シリーズ2、まあ、能力、ね、アップされると思うので、まあ、この4名の選手 に関ししててては必ず残しておいいください横浜見ていきましょう残すべき選手としては3名太田選手佐野選手東選手、ま、太田選手は、ね、日ハムの TS 枠で、ま、登場する可能性があるので必ず A ランク残しておいてくださいで、ま、佐野選手は、ね、能力が高い野手、ま、東選手は、ね、エース枠になっているので、ま、残すのであればこの3名は残す価値はあると思います 個人で獲得した方がいい選手としては、蝶野選手、東郷選手、秋広選手、蝶、まあ、野選手は TS 大賞、まあ、東郷選手はエース枠、まあ、秋広選手は段々ラインドライブに、まあ、変更は、ね、されなかったんですけれども、超高角打方持ち、まあ、期待の、ね、若手になっているので、まあ、残した方がいいんじゃないのかなと思います。まあ、その成績が良ければ、ね、能力の伸び幅もでかいですし、まあ、あとは、ね、S ランクじゃ全動値で来る、全動値はサイコロヒッターで、ね、使うことになるので、まあ、残す 価値はあると思いいまますヤクルト見ていきましょう残す選手が川端選手小川選手、星選手川端選手は TS 大象小川選手はエース枠で星選手なんですけれどもツーシームとスプリット持っている、まあ、カットボールとスライダー、まあ、これらの投げ分けでリアタイで使える可能性があるので、まあ、星選手も残す価値はあると思います。 龍日の A ランク大島選手、TS、まあ、大将小笠原選手、エース枠で、ビシオ選手は、えー、今シリーズからライドラに変更超高額打法を持っているので、まあ、残す価値はある、まあ、獲得する価値がある選手になっていますで松山選手も、えー、残しておいてくださいツーシームホークで去年の成績を見るとね防御率1.2717ホールドと、まあ、かなり活躍して今年もね大活躍すれば能力がねかなりアップする選手になってると思うので松山選手 山選手も残した方がいいんじゃないのかなと。 オリックス見ていきましょう重要な A ランクが3名森選手、西川選手、宮城選手、まあ、今シリーズからライドラに変更、まあ、リアタイで使う可能性が、ね、高くなっているので、まあ、今のうちに森選手の A ランク集めるのもいいんじゃないのかなと思いますで FA で、ね、加入した西川選手、まあ、あとは宮城選手、まあ、リ,リアタイかなリアタイで使うことはできないんですけれども、まあ、リーグではかなり強いので宮城選手の A ランクなど集めていってください ロッテで集める選手は2名山口選手と佐々木朗希選手、まあ、佐々木朗希選手はエース枠山口選手はパワーヒッターなんですけれども超広角打法の、まあ、特殊能力になっているので、まあ、無課金、まあ、初心者の方は集めておいた方がいいんじゃないのかなと思います。 ソフトバンクの A ランク、中村選手、又吉選手、有原選手、TS 大賞、ウォーカー選手、こ、まあ、今年の、ね、オープン戦絶好調で、まあ、成績が、ね、良ければ、まあ、能力も、ね、アップする、まあ、選手、期待の選手になっているので、まあ、ソフトバンクのねこの4名の選手は必ず残しておいてください。 楽天見ていきましょう獲得する価値がある選手が島内選手、まあ、早川選手、まあ、フランコ選手は、えー、フルスイング持っているので、まあ、こちらも A ランクが当たった場合は、まあ、残しておいてください西ブの A ランクは2名エース枠の高橋選手とアーチストの中村選手、まあ、この2名は重要になってくると思います そして最後、日本ハムファイターズは3名松本選手、加藤選手、マルティネス選手、まあ、加藤選手はま通、あ、シも持っていますしまたはマルティネス選手、まあ、外国人の星枠、まあ、松本選手は、ね、過去首位打者を獲得、ラインドライブという、まあ、強い、ね、能力になっているので、まあ、この3名の選手は必ず残しておいてください12球団の A ランクの選手え紹介していったんですけれども、次チーム A ランク契約書引くのであればどこの球団がいいのか。 1>, 1位がオリックス、2位がソフトバンク、3位が中日になってくると思います。まあ、やっぱり1位のオリックスは森友也選手、まあ、新戦力の西川選手、リーグで使える宮城選手、山田選手もまあ第2球種ツーシームを持っていて、高速スライダー、カットボールの投げ分け、まあ、リアタイでまあその、ね、かなり強い選手ではないんですけれども、まあ、リアタイ4位として、ね、使うことができる、まあ、A ランクになっているので、まあ、引くのであればオリックスで、まあ、森選手の、ね、突用 持っていないという方は、まあ、狙っていってもらった方がいいんじゃないのかなと思います、まあ、その他にもねピンポイントで、まあ、狙いの選手がいるのであれば、まあ、その球団で、まあ、強い選手を狙って引いていってください。 今回の動画は覚醒ドラ1ルーキーについて、まあ、S ランクが追加されたんですけれども A ランクも重要なので、まあ、どういった、ね、選手が狙いなのか引くべき球団はどこなのかえ紹介していきました、まあ、最後まで動画を見てくれた方々えご視聴ありがとうございました、まあ、次回、ね、5万人目指して投稿しているのでえチャンネル登録とぜひ、まあ、とも、ね、通知と、まあ、この動画にえ高評価の方もよろしくお願いしますということでありがとうございました